エジプト陸亀は、虫中高カメ目陸亀か地中海陸亀属に分類される亀。イスラエル南部、エジプト北部、リビア北西部最大高潮13.1センチメートルと地中海陸亀属最小種。廃坑は盛り上がり、幅広い。廃坑の色彩は、明色で、甲板の継ぎ目の周辺が暗色の個体が多い。復興には、左右に1から3個ずつ、 設計の暗色藩が入る個体もいる。全種は三列の大型ウロコで覆われる。族内では、本種のみで、スドティストドア族を構成したり、フチゾリリクガメと単系ト群を形成すると推定され、チャーソスア族を構成する説もあった。2001年に、エジプトの市内半島および、イスラエル南部の個体群が、ベルナーリクガメティーワーニリ,リーとして、新種記載された。 一方で2007年に発表されたミトコンドリア DNA シュトクロム B の分子系統解析では本種とウェルナーリークガメの遺伝的差異は非常に小さく独立種とすることを疑問視する説もある。砂漠や草原、寒木林などに生息する。寒気になると穴の中で休眠するが冬季でも降雨があり、植物が生える時期には活動する。繁殖様式は乱生。 周期から春季に交尾を行う。3から6月に1回に1から3個の卵を産む。灌漑事業や過放牧による生息地の破壊、ペット用の乱獲などにより生息数は激減している。1975年のワシントン条約発行時には地中海陸ガメ属単位で、1977年には陸ガメ化単位で、 ワシントン条約付属書2に掲載されていた。1995年にワシントン条約付属書 I に掲載された。IUCN レッドリストでは2003年の時点で本種にウェルナーリクガメを含めていない判定がされている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。1980年代からエジプト産の個体が安価で大量に流通していた。 ありがとうございます。